アジ電車とは、日本国有鉄道の労使紛争が激しかった、主に1970年代初頭に見られた、アジテーションのスローガンを車両へ書き殴ったり、ビラやステッカーを貼り付けて使用されていた電車のこと、スローガン列車とも呼ばれた。公共企業体職員である、国鉄職員は国家公務員に準ずる扱いであったため、 労働三権のうち葬儀権と団体交渉権が認められていなかったが、国鉄労働組合、国鉄動力者労働組合などのサハロー素は、ストケンストと呼ばれる、ストライキ権を要求する、ストライキを繰り広げたり、法律や業務規則を遵守することで、意図的に作業能率を落とす、順法を闘争などを行っていた。それらの運動に対する職員の指揮を盛り上げるため、 列車の車両にスローガンを大書きしたり、あるいはビラやステッカーを貼り付けたりした。目的がアジテーションであるため、当初は車両そのものを破壊するようなことはなく、落書きも、チョークか、小石灰を水に溶いたものを使用して、逃走期間が終われば、すぐに落とせるように、あるいは、花型商品である、特急車両や新幹線車両には行わないなどの配慮のもとでそれらは実行された。 1960年代に持ち上がったマルセイ運動では国鉄当局による国労や道労所属の組合員に対する不当労働行為や意図的に鉄道労働組合のような当局協調型の労働組合に移籍させようとする動きも見られたためマルセイ打倒などのスローガンが列車に書き殴られた一方雇用主に対して国労並みに強力な労組が存在した東武鉄道では 対抗措置として当時最新鋭の8000系から、半構生の旧型電車までを、石灰では落書き不可能なクリーム食一式に統一した。ただ、国老の闘争が行き詰まったこともあり、頭部を含め私鉄各社でこうした現象は、ほとんど見られなかった。なお、落書きやビラは電車に限らず、機動車や機関車、客車、貨車にも見られた。また、駅の建造物にも、 同じようなことがなされていたことがあった。後年は落書きにペンキ等が使われたため、それらを消去した痕跡が現在においても首都圏を中心とした鉄道施設等で見られる。また、鉄道博物館に収蔵されている C57-135 のテンダー側面にもスローガンを消した痕跡が残っている。ソウル交通公社4000系の前面窓に、 スローガンが掲出されている例労働運動が活発な韓国でもソウル交通公社のうち旧、ソウルメトロの車両を中心に、こうした行為が見られる。ありがとうございます。